ツイートしましょう。ちょっと待ってね。こんばんは。あれ？あ、めちゃくちゃ電波重い。ちょっと待って。一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。こんばんは。いやー、今日はね、お昼まで、お昼過ぎまでかお仕事があってで、まあ、メールに書いてるね、私、まあ、メール見てくださってる方はね、多分ご存知だと思うんですけど、今日全然、ね、寝れなくて、朝朝寝れなかったのよ。2時間ぐらいしかさ寝れなくて、だから帰ってきてからまた寝てたんですけど、昼過ぎからさっきまでね。なので寝起き、いっぱい寝ましたよ。だから大丈夫。水飲みます。なんかいろいろやってたらね、寝れなかったんだよね、普通に。うん、よいしょ。ちょっと寒いな、へそ。今ちょっと適当に服を着ましたので服を着替えましたので、 NGT48 って書いてありますけども、4周年これまあだから今日は髪の毛じゃメイクしてるのよ。メイクしてるから、まあだいぶ時間経っちゃったから落ちてるけど、絵描こうかみたいな話もしてたんだけど、ちょっとまだ部屋がまだ掃除完璧にできてなくて、ちょっと構図に迷ったから、結局普通にお顔出しちゃいましたね。っていう感じです。今日は私
ちょっと遠い、よいしょ。ちょっとではね、私のね、声が起きたら、よいしょ。ん？遠くない？ちょっとなんか動かせないわ。動かせないわ。なんか変な風に噛み合って。台がこれ以上前に動かさない。し。さて。本日は9月16日でございますね。もう9月後半戦になりました。一応ね、今日の生今日のお仕事で一応ちょっと落ち着くのよ。だからいや、落ち着くとは言ってもあの21日だっけ、あの20日か、20日に総踊りがあるんだよね。そうそうそう。でまあそのリハーサルとかもあるから、まあ結局明日は一旦オフ、休みなんだけど、予定はあるし、プライベートでね。だからまあ明日部屋片付けられたらいいな、で明日は絵描けたらいいなって感じですかね。今度こそ昼過ぎ、夕方ぐらいとかに。そうで、今ねオンラインチケットだっけ、そう新潟総踊り今回オンラインなので、うん、なのでちょっと私も寝ぼけまなこだったから、どんな待って、なんか来てたんだよな総踊りについて。書いて、なんか来てたんだよな、メンバー用にね。わあ、ということでね、9月20日には総踊りがある。まあよかったら見てください。画面にも
書いてあるわ、チケット詳細はこちらって。本当に肩重っ、なんか荷物持ったりとかしてるからさ、リュック重くてさ肩重っ、やっぱ。まあ今日はだからね、まあ軽く仕事の話、まあ、別に大あのあれですけど、なんかいつもの感じですけど、今日はだから久々に会えたメンバーもいて、別にメンバー全員に会ったわけじゃないんだけど、うん、久しぶりに会えたメンバーもいて、そう、よかった。なんかくだらない話から結構しっかりと、何、普通に、何、まあ真面目じゃないけど、真面目、真面目ってことじゃないか、例えば歌唱力の話とかをしたり、先輩ともてか、そうだね、帰る直前先輩3人対私で喋ってたわ最後珍しいですけど、そうそう、普通にね先輩と雑談してたよ今日、1期生とね、珍しい。そう、たまたまなんですけど、それ自体は、うん、朝早かったな、朝ほんと早くて、メイクも1時間でしなきゃいけなくて、その髪の毛やってメイクして、それが全部1時間でやんなきゃいけなかったんだよ、なんかいつももっと時間あった気がするのにみたいな感じで、超ドタバタ、ワンナイスワンナイスっつって、うん、もうなんか先輩とお話しするのもそんなに緊張、そんなに緊張、うん、別に緊張しはしないかな、うん、なんかそうだね、何考えてんだろう私普段って何考えてんだろうな、分かんないけど、別に緊張はしないな、なんだろう、何、でも考えることは多いんじゃないかな、まあ、ただでさえ敬語だからね、考えることは多いかもしれないけど同期に言わせ、何も考えず、あー分からんとか言うけどさ、先輩にさ、いや分からんとは言わないじゃんね、そうだから、いや分かんないですみたいな言い方だけど、例えば分かんないことだとしたらね、そう一旦頭で考えるよね同期が言ってることは一旦その聞いてそのまま、え何いや知らん知らん知らんとか、なんかマジで頭で何も考えず思考停止して言ったりとかするけど、先輩にはやらないからな、さすがに。
髪の毛ボサボサすぎって LINE が来たんだけど、これ違う、しょうがないんだよ。これ寝てたからそうなんじゃなくて、もう今日はしょうがないのよ。髪の毛これほどいてるからさ、結んでるんだけど、もうしょうがないのよ今日は。え、しょうがないのよ。これほどいたらね、もっとねボサボサなんだから。はい、あ、ちょっと分かりづらくなっちゃった、落ち着いちゃった。そう、しょうがないんだって今日もう。まとめてたんだから、それをほどいてやらなくちゃいけなくて、だからなんていわゆる、ま、ワックスとかスプレーみたいなのがついてる状態なんですよ。しょうがないの。まあ、そんな感じでね、久々に会えたメンバーもいまして、先輩も同期も全員には会えてないんだけど、だから青とユウに会えて、ユウに会えてタンプレを私そびれていたので、会えなくてね、全然会えなくて、私そびれてたから、寝遅くなったけど、もうほんと気持ちだけどって言って、で、いや青には実際は会えてなくて、本当にすれ違い通信だったわけなんだけど、たまたま帰る時に青が入り時間で、だからめっちゃ高速で、もうここしかない、次いつ会えるか分かんねえと思って、これプレゼント、誕生日は遅くなったけどおめでとうっつってプレゼント渡しましたね。公演で一緒になったことないメンバーはね、なかなか一緒にならないんだよね。そうだから、ドラとか、ドラムメモとかは結構頻繁に会うけど、ちっちゃいもんとかはマジでね会う機会ないんだよね。ああそうだ、帰りの生誕祭だから涙サプライズまた思い出さなきゃ。なんだっけ、涙サプライズ目薬をして、踊れるかな。久しぶりにね、本当は今日はもともとどっちかだなって思ってたのよ。最近はサーヤギターのためにセーブしてたのであんまりやってこなかったんですけど、歌いたくてね、ちょっと声がまだ寝てるけどやるわ。どうやってやったっけ、こうかじゃあ思い出そう。
涙って検索したら奈良早々しか出てこないわ。ちょっと待って、よし、久しぶりだ。ん？あ、もう覚えてないやん。隠して産むよわさず腕を掴んで連れ去る体育館バスケットボールゴールあたり不安そうに君は立たされ何するのって聞かれたけど焦らして答えない。クラスメイトが集まって準備したのさこっそりアイマスクを外して、それが合図だ。みんな一緒に鳴らすプラカード。三、二、一、ゼロ。ハッピーバースデー。ケーキのキャンドルを一息で、さあ吹き消せよ。君のためのパーティー始めよう。ハッピーハッピーバースデー。作戦は大成功。誕生日覚えててもさ、こんな大勢の友達が歌ってる。君の頬に涙サプライズのコップで乾杯しよう。今日の主役は君なんだ。みんなの気持ち受け取ってよ。寄せ書きプレゼント、たった一度のセブンティーンさ。セミの声が降り注ぐ熱、ピースしながらみんなで撮った写真はタイムカプセル。広い世界の片隅で同じ時代を生きてる。今がきっと青春かも。遠い先でいつの日か思い出すだろう。 3, 2, 1, 0! ハッピーハッピーバースデー。素敵な一輪を一つだけ。今大人になってそう君らしく大切に過ごすんだ。ハッピーハッピーバースデー。一人きりじゃないんだよ。辛いことに巡り合ったって、ほら見回せば僕たちがそばにいる。笑顔たちの涙サプライズ。ハッピーバースデー to youHappy birthday to you. Happy birthday, dear my friend. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. ケーキのキャンドルを覚えてない。ひろりきれい。さあ吹き消せよ。あーその先の幸せに届くように。ハッピーハッピーバースデー。まだ夢の途中さ。目の前の未来の道は輝いてるよ。まず一歩歩き出そう。君の頬に涙サプライズ。キラリ光る涙サプライズ。ハッピーバースデー。グッドラックを君、声を揃えておめでとう。愛情込めておめでとう。ハッピーハッピーバースデー。グッドラックを君、ぎゅっと抱きしめおめでとう。最後にもう一回おめでとう。お誕生日おめでとうっていうのを今度やりますね、多分。
生誕祭、イエーイ。ダンス全然わかんなかったわ、やんなきゃ。ハッピーハッピーバースデー。うんうんうん、忘れた、待って、くしゃみ出る。くしゃみが。そうだね、25だっけ、カエリの生誕。 25? あーあーあー、え、6日後？嘘でしょ、6日後？6日後じゃないか、6日後ではないでしょ、びっくりした。25だから9日後か。9日後ですね。いや、わーすごいな、予定埋まってるわ。スケジュール帳がとてもカラフルでございます。どうしようかな、ちょっと発声練習しよう。はあ、そう、色分けしてる。お仕事は赤、ボイトレは青、他のなんかこう、まあ、病院とか美容系は緑。なんかプライベートでこの日はなんかこういう YouTube があるよとか、そういうのは黄色ってやってて、でも黄色も抜いたとしても忙しいわ、全然。すごいわ、すげえ。そうそうそう、いや、プライベートでね、プライベートで出かけることはほとんどないんですよ、私。本当になくて、マジでないんだけど、ね、みんなプライベートって何するの？プライベート、プライベートで予定が入る場合ってさ、どんな場合？なんか本当に最近だと、まあ、トレーニングとかボイトレとかぐらいなんだよね、私。なんかまた歯医者とかさ、美容室とかさ、買い物？何買いに行くの？私買い物とか結構ついでだからな。あ、そうだから、そうだね、なんかそれこそプロセカの CD が発売されてた時は、発売日にもともと iPad 6を使ってて、6が壊れちゃったから新しく買い替えたんだけど、買い替えたついでに、うん？見える？あれ？何？
ブル、それは知らないな。ちょっとん、バブル、バグるな。なんやねん、ふざけんじゃないわ。おい携帯よ、調子悪いね。今普通に見えてる？ふざけんな。空き缶パンクの練習してたからさ、結構ね空き缶パンク練習してる時ね、荒々しくなってたよ私、性格が。なんかその歌、当時その時練習してる歌に気持ちが左右されやすいから、最近はもうずっと空き缶パンクとか練習してたからね、ノリノリな感じだったよ。夢も希望もいらんね。あーアップデ、あーアップデか、確かにアップデしてない可能性はあるわ。まあちょっととりあえずね、そんなこと言っててもしょうがないから、よし次の曲行こう。しかもわかんないけど歌いたい。ちょっと見えてる？見えてる？ OK、 よし、ちょっとじゃあお手柔らかに。太陽は水平線の彼方を目指して、あの描きただ落下する夕暮れに、何かをやり残しているような悔いはないのか、僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々、あの空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい。やるせない孤独の時、泣き言誰に言えばいい。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つき、うろたえて無様でいたい。次の朝がやってくるまでに、今持っているものは捨てよう。丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる。私たちは自分が輝いているその位置と、宇宙の果てで誰かに見られている知識、どこかへ消えていった光を知っているのか。僕は始まってもいない。欲しいものいらないもの難しいつかなくて、手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ。あとはその分別があることというなら、永遠に大人になんかなるものか。ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう、うん、水平線見えなければ今いる場所がわからない。夜よ僕に歌わせるなよ、想像だけの愛の世界は都合のいい思いやりばかりで説得力がない。どうせならばもっと生々しくお互いの正体を明かそう。取り繕っていても虚しいよ、暗闇のその中で聞こえてくるのは希望。
足音か。いや、いい音。めっちゃかっこいい。本当に後ろの曲めっちゃかっこいい。防波堤の上に立って僕は叫んだ。大きく Sorry。 夜よ僕を詩人にするな。綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つきうろたえて無様でいたい。次の朝がやってくるまでに今持っているものは捨てよう。丸裸になって気づくだろう。暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる。STU48さんの暗闇でございました。ありがとうございます。 OK。 防波堤の上に立ってとかだよね、確かに。振り付けは覚えてんだけどな。防波堤の上でこうやってみんながこうやってやってるのはめちゃくちゃ AKB48 ショーで見た記憶があるんだけど、どんなメロディだったっけな。オーサムみたいに後ろの音があると歌いやすいかもしれないけど、この曲なかったね。いや、めっちゃ好きなんだよね、この暗闇。夜よ僕を自然にって、あれいいよね。 STU さんの曲ほんとね、いい曲多い。すごい好きな、てか何好みの曲が多い。ペダルもそうだし暗闇も好きだし、あとね、大好きな人も好き。大好きな人幸せになれ。なんかいい曲あるかな、ちょっと歌えるか分かんないけどみたいな。なんかいいのあるかな。これ歌えるかな。いや、ちょっときつそう。今日の歌の感じだときつそう。やめとこ。じゃあやっぱ AKB さんの曲かな。AKB48。ネモハもルマーはもう少しだっけ。あれが発売はネモハもルモロ。みたいな。公開されたよね、多分 YouTube で。いいよね、すごい。このネモハモルマーで結構 AKB また気になってきたって方多いね。いろんなところ、なんかいろんなとこで見るけど嬉しいですよね。何がいいかな。私は今普通に曲を探してますけど、
なんかいいのがないな。何がいいかな。ない。あ、もうわーまで来ちゃった、終わっちゃった、ちょっと待って、ないないよないよ、ないよ、なんかいいのないかな、なんか気分に合ったやつ。ないよー、ブーン。あー、これにしよう、これにしよう、これにしよう。楽曲ダウンロード中。
ことが好きだから、君と会えたくのことだけで温かい気持ちでいっぱいになる。永遠の先、イエーイ。君のことが好きだからでした。この曲は古の研究生公演でやってましたね。もう懐かしいレベルですけど、でもこの曲はね、なんだかんだずっと踊れるんだよね。なんでだろう、やったっけ最近。あ、なんかちょっと最近やったのか。でもほんとめちゃくちゃ久々、そんなに頻繁にやる曲でもないけど踊れるわ。会いたかったとこれは多分もう踊れるんだろうな。声がいい。ジャガ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 バーン。走り出すバス追いかけて、極秘機密に伝えたかった。心のモヤモヤが消えて、大切なものが見えたんだ。こんな簡単な答えが出てるのに、何にためらって見送ったのだろう。僕が僕であるために、衝動に素直になろう。大好きだ君が大好きだ、僕は全力で走る。大好きだずっと大好きだ、声の鍵に叫ぼう。大好きだ君が大好きだ、息が苦しくなるよ。しまっておけない大声だんやもんの。死んだ
だ、君が大好きだ、僕は全力で走る、大好きだ、ずっと大好きだ、声の限り叫ぼう、大好きだ、君が大好きだ、僕の愛しさよ届け、大好きだ、ずっと大好きだ、風の中で叫ぼう、大好きだ、君が大好きだ、息が苦しくなるよ、しまっておけない覚えたいにゃもんの勇気を出して言おうよ、黙っていっちゃそのままさ、恥ずかしくなんてないんだ、好きって言葉は最高さ、好きって言葉は最高さ、好きって言葉は最高さ、感情を吐き出して今すぐ素直になれ、イエーイ、大声ダイヤモンドでした、ありがとうございます。感情を吐き出して今すぐ素直になれ、いいな、大好き、大声ダイヤモンドてかこの曲に関してはバンドでやりたいよね、絶対楽しい、ギター多分ギターでさ、じゃんちゃかちゃかじゅ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 じゃんたらららら、あとそうベースがねかっこいいよねこの曲もね、普通にシンセサイザーのファーって音が多分あるから、ドラムといいな、この曲ギターこの曲ね、バンドでできたりですよね、あとギブミーファイブねと空き缶パンクね、バンドだと入る曲、私もギターできるようになったらセカンドギターのさ、セカンドギターができたりするから本当はいいんだけどね、あれはっきり言ってほしいってあったっけ、追加されたんだ、ラーメンワンダーランドも追加されてる、え嘘、かかとを鳴らせが追加されたのは知ってたけど、あ、そうなんだ、はっきり言ってほしい、これで大丈夫かな、なんでなんか iPhone11 の調子が悪いのかな、でも充電下がってねえわ、なんか11の調子が悪かったっぽい、一回再起動してあげるか、アップデートかな、やっぱちょっとアップデート調べてみよう今目当てるかな、普通にアップデートできてない可能性がある、もうストレージが多すぎ、いや普通にアップデート できてないわ、アップデートします、ごめん、アップデートできてなかったみたい、ショールーム、まあでも今ね 58% の iPhone8 に変えたからさ、オッケー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 大丈夫、あ、ちょっと待って、じゃあ先にこのタイミングであれやろう、お休み村取っちゃおう、あっつ、待って、あっつ、携帯、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です、こんばんは、今日はね、あの朝からお仕事があって、あんまり昨日の夜から眠れなかったんですよ、ちょっといろいろ
なんかドタバタしてたら朝6時に寝ることになって朝8時に起きたので2時間しか寝てなかったの。だからお仕事終わって帰ってきて寝てたらもう夜9時でした。ありがとうございました。タイヤリ、はい、ということで、はい、また明日、おやすみ村。私朝6時に寝たんだよ。で多分3時4時4時4時ぐらいにね寝て、だから5時間ぐらい寝たわ。4時から9時でしょ。めっちゃ寝たわ。でも5時間だから1日で7時間ぐらい寝たってことだもんね。まあじゃあちょうどいいか。すごいネットっぽい文章を打っちゃったね。ご飯は食べたよ。あのあれで、あそこで食べた。お仕事の時に食べた。てってピエー。ちゃんとね4日連続でね入浴してるんですよ。あ、できた。4日連続で入浴したの。 Yes、 えらい、めちゃめちゃえらい。お風呂使ったんだよね。そう、やっぱさ、お風呂入るのが一番ね健康にいい、健康にいいというか、健康っていうよりかはどちらかというとあれか、なんていうの、むくみ取れるからさ、うん。私入浴剤はそもそもなんかねイオン導入みたいなのを入れてるから、機械を入れてね、なんかペチッってちょっと分かりづらいと思うんだけど、なんかねそういう機械があるのよ、イオン導入で。その何なんだろう、あれ何の効果があるのかちょっと分かんない、覚えてないけど、お風呂に一緒に機械と入って、いやもうちっちゃいやつない、機械と入ってでベチッてって、なんかイオン導入みたいなのがあって、それのためにそれ用の入浴剤があるのよ。だから毎回そのみんなが思うよくある入浴剤とかじゃなくて、その泡になるとか香りが強いとか色が変わるとかそういうのじゃなくて、ラベンダーの匂いのラベンダーの匂いのその専用の入浴剤をペチって入れてくるくるくるポチャンってやるの。ちょっとすごく伝わりづらいと思うんだけど、そうだからみんなが思ってるようなシンプルな風呂じゃないわ多分、うん。なんか吸盤があって壁に貼り付けたりとかできるさ、シュポッってやって、なんていうのあれ、そうで、なんか機械光るピカピカ光る機械があるんだけど、それ一緒に入るとなんかイオン導入がどうたらこうたらみたいなのでね。でもいいね、本当にそれが何ちゃんとなんていうのかな、なんかまあ自分の経験上いいな、本当にいわゆるだからなんていうのサロン的なやつですよね。多分説明してもなかなか伝わらないと思うけど、てかちょっと携帯消そう、一回電源オフ。絶対ね説明しても伝わらないから、だってそんなものなかなかないんだもの、イレギュラーだから。でも普段はそういう風に、だから必ず入浴剤と、そうマイナスイオン的なやつね、
そういう機械入れて、なんかめちゃくちゃめちゃくちゃお風呂入ってます。うん、再起動した。再起動したけどこれで大丈夫かな。そういえばインスタにね、インスタに、あ、めちゃくちゃ重い。インスタに浴衣の写真2枚投稿しました。ちょっと前に、2日前ぐらいに。久しぶりにインスタ更新した。明日スイーツ部なんかあるよね。金曜日7時から8時予定。ショールーム NGT48 公式アカウント、各部員インスタライブオアショールーム。ご都合とご機嫌、ご機嫌よろしければぜひ参加してください。ご参加ください。かしこかしこあ、そういえばカラーニットコーデ生写真今発売中ですね。そう、水色の、もうなんか全然写真インスタに投稿できてなくてさ、とりあえずもう夏終わるから今年の今年着た浴衣と載せるかと思って、今年着た浴衣を載せたんだけど、3種類着てました、私今年。インスタの質問返しもやりたいんだよね。いつできるかな。思ってるよりね、思ってるよりなんかまとまった時間がない。普通にこれ最近のはマジで、なんだろう、別にね、忙しくないのよ。別に忙しくないんだけど、最近はマジで忙しかった、本当に本当に。でも忙しかった自慢ってなんか嫌だよね。自分でやってて嫌だよなって思うもん。やめとこ。では次、明日の予定考えよう。明日だからお昼に予定が1個あるから、明日7時からあれでしょ、スイーツ部の配信があるから、それは被らないようにしたいし、何全然何するのか分かんないけど部屋片付けもしたいし、明日ってなんか他に、あー、これか、だから7時前に絵描くの。ちょっと予定だけ組んどこ。これでやるかわかんないけど、夕方イラスト描いて、夜なんかまた別で配信しようかな。なんかショールームはショールームで違う色の方がいいな。もうこうやって組んどこ。
暫定の予定、暫定の予定入れとこう。こうすればね、こう可視化して分かりやすいから。可視化？うん、合ってる。うん、これなら、このスケジュールならあり。あ、で、またね、また明後日は明後日で忙しいから、明後日は普通に忙しいです。違う。こんなもんかな。決定。で、19日は、で、18日どこでショールームしようかな。18日朝やろっかな。この日確か公演ないよね。そう、てか今月公演少ないですよね。18日めちゃくちゃ忙しいじゃん。あれ、みんな見えてる？見えてる？ギフトありがとうございます。また未来の農業のやつやるんだ。4時、朝だな。18日は朝配信するわ、予定としては。朝っつっても別にそんな朝じゃないだろうけど、朝と夜やれたらいいな。何時がいいかな。何時がいいかな。こんなもんか。いや、まあこうなるよね、多分きっと。いてててもうこれショールームの時間とかスケジュール帳に入れたら絶対もうおかしいのよ。もうとんでもないハードスケジューラーみたいになるんだけど、別にそんな忙しくないよっていう。本当にやだ、忙しい自慢的なの。マジでやだ、自分の発言。いや本当にね、自分の、もうこれ別に普通に話です。あ、もうちょっと今雑談枠になってきたけど、普通にね、自分の話ですけど、自分のね話ね、もう普通に嫌いなんだよね。自己肯定感激弱かもしれない、最近の私の言動を見て。やだな。普通にそういう自分にね失望するんですよ。19日は夜で大丈夫かな。19日って公演があるよね。だから公演終わって、だから8時から配信できたらいいな。
もしかしたら昼に配信したりするかもしれないけど、8時こんなもんか。暫定で予定を立てておくことによって暫定で予定を立てておくことによって見えやすくなる。素晴らしい。あ、タイトルが未入力です、ごめんなさい。いいじゃないですか。総踊りの日ってどんな感じなんだろうな。何時なんだ自分たちの出番、それすらもちょっと分かんないんだけど、何時なんだろう。あー、ということでもうなんだかんだ日付が変わろうとしております。よいしょ。多分何時なのか知らないよね、みんなもね。私も知らない、私も知らないからな。何時なんだろう。長丁場かな、長丁場だろうか。いや、リハの連、もうリハはね、いつにやるとかはね知ってるんだけど、別に朝5時集合とかじゃないだろうから、きっと。時間何時頃みたいなのは多分、でも だって普通にね、テレビ番組とかも結構前日とか当日とかにね、このあと誰々さんの登場ですみたいなのやったりとかするもんね。まあ、タイムスケジュールとかは出そうだけど、もうだってあさってから始まるよね。18、19、20だよね多分。で我々は20にお邪魔させていただくって感じだよね、きっと。あー、天気いいといいね。今んとこどうだろう、20日、とりあえず20日。あ、20日は晴れだわ。20日は晴れ、土曜日がちょっと雨っぽいね。天気いいといいね。よいしょ、こらいしょ、どっこいしょ。あー、20日が台風一過の晴れた空と。この台風一過っていうのを私昔なんかのさ漫画でさ、この台風の一過の一過が、まあだから一つ過ぎるっていう書く感じだけど、子供が台風の家族っていう意味だと捉えててさ、台風一過の晴れた空の理由が分かってなかったっていうのすごい懐かしいんだけど、ちびまる子ちゃんとかだったかな、なんかそういうのあるよね、ダブルミーニング違うけど。メンバー全員で集まるのは本当に久々ですね。7月の23とかだっけ、あのゆかさんが卒業発表した日以来だね、全員でなんかやるのは。うん、私がちょっと人多すぎてさ、映るか分かんないわ、どうだろう。映るといいな。いや、まあどっちでもいいけど、楽しみ。みんなでパフォーマンスすること本当今ないから、
コンサートもねまだ多分準備段階だから、もっと歌いてよ、ボガーもっと歌いてんだ、歌いてんだ、ギフトありがとう、ボガーもっと歌いたいんだけどね、なんか昨日はだから楽しかったわ、マジで全然ステージ立ってないもんな、ショールームばっかしてるもん、別にショールームも普通になんていうの全然、まあ、好きでやってるんだけど、サヤギターもだからね、みんなてか2人練習してたりとか、サヤ練習してたりとかしたから、歌いてんだ、歌唱力も多分あっという間に来る、多分あと1ヶ月ぐらいしかないから、練習期間練習しないととは思いつつ、まだちょっと練習できないなって思いながら今年終わるわ、今年が終わろうとしてる、2021年はどんな年でしたか。そうですね、2021年は何してたかな、お絵描きと配信を頑張った、あとはおたかつプロセカとかのオタ活が盛んだった、あとはうん、あコスプレとかもそうだから、なんか自分の好きなことでお仕事につなげられたらいいなって思ってたから、それの一歩目を踏み出せたね、自分の好きなものを発信するっていうことを今年はよくやった。あとまあ自分あの今年の目標が自分磨きなんだけど、メイクとかやっぱ上手になったよね。コスプレとかを見てもらうと分かると思うんだけど、まあ人によってコスプレのメイク変えたりとか、まあ公演のメイクたまに変えたりとか。そういう意味だと自分磨きはしてるかもしれないね。あんま痩せねえけどもうなんか世界が痩せさせてくれないわ、わかんないけど、もうこの世界では痩せれないループ。ひねー。はい。三村ひの高校1年生16歳です。東京都出身、
新潟育ち埼玉在住、新潟に N ダンスと来ました。よろしくお願いします。初心はするるべからず。いやでもね、昔の自分の声真似ってできないんだよね。どうやってやってたっけって本当になるんだよ。なんかなんどうやってんだよね。わーい、本当に覚えてないな。全然自分で真似できない。うん、まあ、当時からそのあれですね、当時から比べると大人になったよね、顔つきとかも。うん、なんか、まあ、別になんで成長期とかはもうとっくのとうに過ぎてるんだけど、やっぱさ、成人に近づく、二十歳になるにつれて、近づくにつれて顔がシュッてなるって、大人がみんなそう言うの。私もこの顔が嫌ですと、マジでそぎ落としたいですほほーって言ってたんだけど、いや二十歳になる頃に変わるからっつってよく言われててさ、絶対嘘だよねって夢と言ってたんだよね。絶対嘘だよそんなのって言ってて、二人とも最近ちょっと変わ、最近というか夢に関してはマジで最近めちゃくちゃどんどん可愛くなってる。そう、嬉しそうに報告してくる、見てって。そう、一個違い、学年は一個違うけどね、年齢で言ったら3ヶ月しか違わないから近いのよ感覚。みんな可愛くなっちゃって、さすがアイドルはやっぱ可愛くなんのよ。むしろ逆にアイドルになってなかったら、なんか垢抜けないまま、なんかちょっとこう芋っぽい感じのままだったんだなって思うと、本当にね、せん、なんかもうちょっとこう背筋が凍るというか背筋が凍るというか、リアルな話。ね、だアイドルになってよかったことの一つとして垢抜けたことっていう、垢抜ける機会であったことっていうね、垢抜けるチャンスの機会の方ねって思ったりもするわ。うん、まあ普通にすっぴんで配信したりもするけど、別にいいのよそれは。ということで、なんだかんだ雑談で最後は終わっちゃったけど、そろそろ日が明けるから今日は終わりにしよう。ありがとうございました。よし、男女読みます。13位エルトさん、12位ヨカホシジさん、11位ユキリン55さん、10位ケイさん、9位ノムさん、8位ベロさん、7位中心さん、6位コタツネコさん、5位ヒロシさん、4位突破球さん、3位トシさん、2位ヒヨリゲタさん、1位タカオイちゃんさん、ありがとうございます。ギフトやコメントなどなどありがとうございました。わーい、またね、明日、明日はだから、何でしたっけ明日はその、ちょっと待って、予定だと、まあ、夕方、ちょっと何時からか分かんないけど、まあ、5時、6時ぐらいに配信できたらいいなと思ってます。なので、
お時間とお気持ちに余裕があればぜひ遊びに来てください。それでは皆さんまた明日。